本日もですね、元末期に来ておりますね。車庫の中で赤い、車両がね、今整備されているところですね。これが元末駅前の踏切ですね。県道との踏切となりまして、こちらの方向に、駅舎がありますね。本日、探索を考えておりますのはですね、この線路になりますね。山の方に向かってこの線路伸びておりますけども、ここにかつて大阪セメント岐阜工場からの貨物専用線がね来ておりましたですね。もうその貨物はね、専用線は廃線になったんですけど、線路はね途中まで残ってますね。この踏切はですね、なかなかレトロで面白いものであるとは思うんですが、まずこちら側がね、垂水方面ですね。そして、反対側ですが、大垣の方へ行くんですけど、この踏切なんですけど、単線になってますが、私が見た感じではこれ複線分の幅があると思うんですね。じゃあどこまでどうだったのかっていう話なんですけど、このように自動車の側を向いている信号機があるのですが、もう一個こちらにですね、自動車とは90度反対側のですね方向に向いている信号機があるんです。そして、車止めがあって、この柵の向こうに、ずっとですね、線路がついておりますね。先日も紹介した通り、この元末駅のヤードはとても広くて、大阪セメントからやってきました石灰列車はここで入れ替えをするわけですね。そして、かつては国鉄でしたのでね、国鉄の、機関車に、荷物を渡して大垣へ向かっていくわけですけども、第三セクターとしてね民営化して以降は、この垂水鉄道がそれを担当してまして、ディーゼル機関車で、引っ張っておったわけですね。元末駅の駅舎ですが、ここまで来ますと線路は向こうから順番に 1,2,3,4,5 本までですね、単線が広がっていきまして、一番今手前の側線についてはずっとあるんですが、この側線は次の信号で、さらに左に分岐します。そして、今車が行った方向に、煙突から煙が出ている工場があるんですけど、あちらの方に専用線が向かっていたわけですね。ここまで来ますと、もうレールが何本あるかわからないぐらいヤードが広がってまして、そこにレールバスがねまたいくつか止まっている状態ですね。この目の前にあるのは何かと言いますと、トロッコですね。そして、これもトロッコですね。そして何かシートがかぶせてあります、この怪しげなものですね。おそらくこれはどう見ても小型機関車でしょうね。何かイベントに使うものらしいと。先ほどの交差点から出ていた側線が1個分岐してきまして、駅のホーム、レールバス、そして目の前に何か
機関車ですね。レールが3本ある中に乗っかってますから、おそらくなんかナローゲージみたいな機関車が置いてあるんですね。駅の端っこまで来ましたね。先日も鳥栖駅の動画で登って撮った陸橋と、そしてこの左端にある煙を出している工場の方向へ、専用線は向かっていますね。目の前の車両は何でしたっけ、神岡鉄道からね、借りておるラッセルですね。そしてこのようにね、専用線が伸びておりましてね、昔はこの主にこの2本ですね、手前の2本で入れ替えが取ったと思います。いまだにね、この進路確認と標識がありますね。レールは基本的にね、これ使われてません。だいぶ草がね伸びてますね。先ほどの陸橋とこの目の前に、踏切小屋というんですかね、ポイント小屋といいますか、そういったものがあるということで、今垂水鉄道がね使っておるのはこの小屋の向こう側ですね。向こう側の線路を使っておりまして、ちょっと中間の方はね枕木がなってますから、ヤードはこの辺りで終了で、この先、左へ、回っていきます。さらに先へ進みましたね。一層草むらがぼうぼうという感じですね。しかし、信号がこのようにねポイントですか残っておりまして、これなんかねちょっと配線マニア的にはいい絵が撮れた感じですね。当然ポイントがありますから細かく見ますけど、ここから、手前から1本2本3本、そしてさらに向こうは複数に分かれておりましたね。今の垂水鉄道まだ生きておる線路の方がありますね。先ほどの陸橋になりますね。まだまだこの辺りヤードは広いですね。そして、さらに進みますと、工事用のね、何かトロッコですね。そしてここにまだ何ですかこれはね、切り替えのポイントありと。こちらは慌てるなですね。慌てるなとありますね。慌てるななんとかだぞとあるんですが、なんとかだぞがわからないですね。とにかくね、慌てずに作業せよということだと思います。車止めの枕木ですね。踏切ですね。このように、遮断機も信号もないですね。向こう側が垂水鉄道です。こちらの方が生きておる線路で垂水行き、ここはレールを剥がしましたと。そしてこの左ですね、こちらへ曲がっておりますね。これが大阪セメント岐阜工場行きとなるわけですね。こんな感じでどうでしょうかね。絵的にはね、非常にこの配線マニア向きのこうレールの残骸という感じですね。いい感じだと思います。この木製柱は何なのかよく分かりませんね。折れてしまったのかもしれませんね。
ちょっとわからないものですね。この場所から先はレールは残っていません。撤去したのか、何かこう高さがありますのでね、埋めちゃったのかもしれませんけどね。これはなかなか味のある配線跡だなと、そういうのも思いますね。向こうの方にね、踏切警報器ありますけど、垂水鉄道の本線とこの大阪セメント行きですね、これについてはまあ心当たりでですね、まあ分かれたということですね。先ほどの折れた電柱、逆から見るとこんな感じですね。まあ、わずかではあるんですけど、こうした配線もね、線路が残っておりますと非常に何かね、こう配線の現実感があると言いますか、非常にこの見ていてもね、鉄道っていう感じがするわけですね。信号が鳴り出しましたね。列車が来るようですので見てみましょう。おそらく日中1時間に1本だと思いますね。画面中央にね、工場が見えますね。そちらの方に向かって、この鉄道が、ね、分岐してきたわけですが、この辺はもうね、レールがないんですね。丘だけが残っている状態ですね。かつてはここに踏切があって、この道路を渡りますね。そして、ここですね、この橋です。これを渡って工場に向かっていくということで、冬でもこれ非常に水量ありますけど、根岡から取ってるんですね。ここにゲンジボタルが随分育ってまして、夏場なんかはね、なかなかこの風物詩なんですね。先ほどのね、道路と川を渡った線路はですね、このように、民家の間を入っていきまして、こういったですね、集合住宅ですかね、その裏を通って、その先の工場に向かっていくわけです。先ほどの集合住宅があったあたりですね。そして、ここら辺からこの線路跡の幅が異様に広がります。つまりここがヤードで、工場の前に、これだけ広いヤードがありましたということなんですね。ここが工場ですね。入り口がこうなってまして、
先ほどのヤードがね広がっていた場所ですね。この辺に踏切があったと思いますし、ちょっといいものを見つけてしまったんですけど、これですね。ですから向こうから来た線路がね、随分ヤードでここで広がった状態と、そしてさらにもうここは門ができちゃったんだけど、ここでね、工場に入っていくと。ですからこの辺の道路何本もアスファルトが切れてますよね。ですからここから出入りしておって、こちらの工場どうだったかなってことなんですけど、このなんて言いますか、絵が描いてあるね、これがどうだったかなっていうね、私としてはこれこっち側の工場にその監視カメラ作動中、なんかこっちってどうでしたっけね。もう今工場はね営業してないようですけど、この敷地がヤードであったかどうかについては記憶は定かではないのですが、どうでしょう。